ある日僕が目覚めたら We wish you a Merry Christmas。 そのあらい方、ねえねえねえ、こすらないで。ほどほど設定入った。そんな上下出して。寝ないとサンタクロース来ないからね。あなたはだんだん眠くなる。みーみーチャンネル始まるよ。おはよう。今日は何の日でしょう。クリスマスイブ。言えたー。でも手紙まだ出してない。サンタさんのお手紙ですか。サンタさんに、うん、いやプレゼント書いた手紙を書いた気でずっと自分の引き出しの中入ってる。そうなの。じゃあ学校行く前にその手紙さ、ちょっとどっか分かるとこに貼っといた方がいいかもね。でも遅すぎて好きなの絶対書くよね。かもね。筆箱とかバービーとか書いてない。そうなの。やばくない。やばい。後で書き直そうと思って。今日も手作り味噌汁ですね。はい、おいしそう。いただきます。はい、召し上がれ。今日のクリスマスパーティーはさ、何食べたい。と、しょっぱいケーキ。何それ。でもね、生クリームでいいの。いいの。白と赤がないとでしょ。まあね。じゃあちっちゃめにしようか。デカめでいいよ。こんくらいがいい。だって食べれる。食べれる。お姉ちゃんは生クリームがいい。うん。じゃあチーズケーキに生クリーム塗っていちご乗っける。おいしそうそれ。あとは食べ物何が食べたい。チキン。そう、クリスマスといえばピザ。お姉ちゃんは、じゃあチキンとピザで、ピザもケーキも食べれる。あとご希望は、うん、今のうちだよ。バービー人形の美容室だって。それはサンタさんに頼んだの。じゃあ LOL サプライズじゃなくて本当はバービーが欲しいの。でも急だからね。 LOL だったらどうすんの。それも嬉しいよ。うん。第一希望は、うん、魔法が使える薬、ほうきとついてくる。空飛ぶほうきと魔法の薬。そんな薬は来るのでしょうかね。あったかく、もうちょっとで、ないわ。あったかくなりますよ。あったかい。でもサンタさんって人の心読めるからさ、うん、一番何欲しいか分かってるよね。髪の毛縛るである。昨日の秋のクリスマスパーティーしといてよかった。あ、お友達と、うん。今日はクリスマスパーティーだね。うん。でも学校では明日クリスマスパーティーで。あ、そうなんだ。あと転校する子がいるからお別れ会する。ミーミーが転校してきて今度別の子が転校してくんだ。転校して行っちゃうんだよ。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。一人で学校行ってきます。ミーミーお帰り。それも魔法使いの。そうそう、今日ね、図書館行って借りてきたんだ、本を。こういう本とかね。ママ何、字が多い、うん、小さい魔女、魔法の道。最近ミーミー魔法好きでしょ。だから図書館行ってね、魔法のばっかり探して、うん、赤ちゃんがどこから来るのかなっていうお話。天国から行ってまた天国繰り返る。まあね、行ってきます、ただいまって感じ。天国から、天国から出て、あのボスベイビーみたいに出てくるのかな。ああ、ちょっと部屋来てないの。ミミは赤ちゃんはどこから来ると思うの。空。空から。あ、天国。天国。死んでんじゃんね。死んで生きて帰るの。ああ、なるほど。死んだ土になるから。あ、赤ちゃんどこから来るか分かった。どこ。お腹の中に傷一ついない人がいて、赤ちゃんの時から赤ちゃんが生まれるっていうのは分かるの。そうなの。もうずっと生まれた時からここに赤ちゃんがいる。いるの。じゃあミミもいるの。いるよ。そこにちっちゃい赤ちゃんいるの。だって実は赤ちゃんさ、これだと3人生まれる予定なんだよ。ああ、よくやったわそれ、子供の時。あ、本当だ、3つ。でもね、よく見ると4つあるんだよ。じゃあ4人のお母さんになるかもしれないんだね。お腹痛いの嫌だから赤ちゃん産みたくないんだよね。私お腹痛くしてミミ産んだんだけど。
そうだったんだ、よかったね。みんなで輪になってきたんだ。ララ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 ラ。夕日の丘を歩か。ララ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 ラ。勇ましい僕はカーボーイ。ちびっこカーボーイが泣き出した。遠いパパとママ思い出して。バンジョにすかりつき泣きじゃくる。みんなで輪になって泣いたんだ。ララ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 ラ。声を合わせ歌え。ララ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 ラ。元気出せ僕はカーボーイ。へぇ、いいね。これが好き。ある日僕が目覚めたら、そこは青い湖、ゆらり風に振り向けば、長いまつげの恐竜、なんて素敵、君と会えるなんて、なんて素敵、一緒に踊ろう。いい声ですね。声が高いね。心のパレットにピカピカピンクの絵の具、嬉しい気持ちを混ぜればほら春風色になりました。心のパレットは不思議色、混ぜ合わせるほど透き通るんだ。心のパレットにキラキラブルーの絵の具、会いたい気持ちが待てればほら友達のになりました。心のパレットは不思議色、混ぜ合わせるほど透き通るんだ、輝くんだ。イエーイ、すごい。何、歌を歌いたい気分なの？音楽の教科書それ。あとこれもある。お菓子の好きな魔法使い、パンプキンパイが食べたくて、かぼちゃに魔法をかけてみた。ワンツーワンツースリー、あられどうしたこれは、煙がもくもくあっちっち、お皿が燃えてる、あっちっち、ため息をついた。あ、いけない、呪文の書き方を間違えちゃった。それではもう一度、ワン、ツー、スリー。ちょっと、飽きたね。いや、いい歌でしたよ。小さな音楽会ですね。リコンダーな、リコンダー、リコンダー、リコンダー。お、弾ける？今ね、前の学校も2月の時もやったけど、うん、今はこれのやってる。だって今笑っちゃった、早く。上手、上手だよ、ミミ、すごいね。指使いが早かったね。
お。ね、上手、頑張ってるね、リコーダーもね。じゃあやるんだね、冬休みにね。やんなくても上手だけど上手だけどね、もっと上手になるもんね。ね、このさ、リコーダーの矢だらけずっとすんだ。汚い、臭そう。全然いやー、本当は臭いな。いや、そんな臭くはない。やだ、洗濯しなよ。ね、クリスマス、マジクリスクリクリパークリパやろうね、今日ね。ねケーキ買った？買ったよ。何ケーキ？内緒。ねえ、なんか箸があった。あ、そうそう。いただいたの、名前付きの箸。僕はオリーブが大好き。オリーブは上級生で何でも知ってたし、つないで、つないでって言わなければ手をつないだりしなかった。でも、いつもつないでもらっているけどね、オリーブに赤ちゃんが来るってことを話した。どこから来るのか知っているけど。ミミ飾り付けいいじゃん。いい、いいね。え、これは何に使うの？あ、それなんだっけ。これ何？首？首よ。いや、でもくすぐってる。うん、チクチクする。クリスマスメインに飾るの。あ、そうなんだ。どっか飾っとく、こういうふうにあたり。じゃあみんなパーティーするよ。お、サンタさん来た。食べてくださいね、うん、いっぱいありますよ。
ケーキも召し上がってくださいね、サンタさん。最後でしょ。わ、あー、わ、皮がヒゲにつかないようにサンタさん。ない。いや、ヒゲそこになんかよだれかけみたいになってる。皮なくなりましたね。うん、味はいい。パンはふわふわ、外はカリカリ、ちょっと硬い。プレゼントが楽しみ。え、サンタさん配る方だよね。何が欲しいんですか、ミーミって。魔法が使えるお薬。どうしましょう、サンタさん。そんなのあるんですか、サンタさんは。あります。え、メリークリスマス。メリークリスマス。せーの、We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happyうちのメイドに変えたい。やだ。いただきます。はい。あ、うん。おいしい。その反応。おいしい。うん。いい顔、いい顔してる。なんで無言でやるんですか。今日早く寝ようね、サンタさんが来るからね。必ず毎日やるのが一つあります。うちね、いつもお風呂の中で顔洗ってないのね。まず髪が邪魔だから一回これで髪の毛をこうやってやります。せーの。最近顔がなんか汚いの、汚くて汚れてんのね、ほっぺのあたり。だからやらない。なんで風呂上がりにさあ顔洗ってんの。忘れてた。おかしいよね。いや、鼻の中に石鹸入って、うわ、染みる。鼻の中石鹸入ったの初めて。そんな鼻やり方。ねえねえねえ、擦らないで。鼻の中石鹸入った。そんな上下に出して。顔の真ん中しか洗ってない。ああ、染みてる。あ、かゆも顔がかゆい。このバナナ捨てる意味ないんだけど。どうしよう、ママ。何？服。わ、びしょびしょじゃん。あ、いや、全然全然取れて、全然取れて、全然取れてない。もっと周り。耳の下に泡ついてるよ。ひげついてる。息入ってる。サンタ来るかもしれないじゃないですか。来ない確率 50% だけど。でもね、もし来たらミーミーにプレゼント持ってきてたら、僕ちょっと起きて捕まえようと思うのね。写真撮っておいて。あ、写真撮ろうか。でも一応サンタクロースも見たから多分来ないと思うんだけどね。今日ね、見てよ。見たからもう多分来ないと思うんだよ。そうなの、見つけちゃったん。うわっ、やっべ。夜は9時に寝るって書いてある。どこに？ここ。ああ。滑った。滑るじゃないかよ。ああ、もう寝るよ。布団邪魔。次行こう。夕焼け、小焼け、明日天気が。作戦考えよう。あの、まず、クッキー置いて、うん、そこにロープつけて、
持つとピューってなって、あ、いいね。そして最後に天井にこうやってなんかロープで縛られてこうやってな。じゃあミーミー寝る時間ですね。でまた夜中にさ来たらママ呼びに行くね。そして夜中開けるね。夜中はダメ、朝になってから。マジで我慢できないの、マジで。ちゃんと夜寝て朝起きてプレゼントあったらその時開けようね。学校だから急がないとね、開ける暇なんてない。あ、確かに早起きしないとね。どうする、朝起きてなかったら。なかったらなく。おやすみミーミー。ねえマジで寝れないママ。でも寝なきゃ。決めつけて寝れない。寝ないとサンタクロス来ないからね。でも寝れないから寝かし寝させて、と催眠術かけて。あなたはだんだん眠くなる、あなたはだんだん眠くなる、さあ目を閉じてください。あー、まぶたが重くなる、まぶたが重くなる。口を閉じてください、目を閉じてください。だんだんまぶたが重くなる、目開けないでください。おやすみ。ママ行くの。とりあえずおやすみなさい。何とりあえずって。おやすみなさい。はい、明日楽しみですね。来てくれるかな、来ないかなみたいな。まあ来なかったらママに買ってもらうからさ。じゃあみー、おやすみ。おやすみ。プレゼントないよ。え、来なかった。本当に？マジ？3時からずっと起きてたけどない。